こんにちは、こんばんは、おはようございます。ストライカーのギコちゃんです。はい、というわけで来ましたね、覇者の塔。この時間も眠いっすね。寝てないけどね。うん、じゃあ駆け抜けたいと思う。一回ローゼの大冒険、どんどん駆け抜けていくからね、俺は。うん、見てろよ。これで行ってみよう。よいしょ。どんな冒険になるのかな、ロイゼの大冒険。これ昔のガチャだね。ガチャの名前だ、これ。うん、ガチャの名前。早速駆け抜けたいと思う。これは簡単でしょ、さすがに。一回だし、あっと、お、うん、ここはそんな難しくないはず、難易度的にね。ここ難しかったら泣くよ、マジで。おぉ、ドガフィールだっけ、あいつ。よし。まだいける。まだいける。お、まだいける。ボスか。おお、バクーレン出たよ。よし、一回は完了。多分これあれだもんね。うわ、落ちるし。これボス直トロするんだね。よし、次行きましょう。へえ、これはロイゼなんだよ。バクーレン落ちました。素晴らしい。これ素材が落ちてくるんだね。ありがたいね。俺、録画してるけど、これ、まさか果てしないんじゃないよね、これ。まあ、嫌な予感してきたよ。覇者の塔。2階、悠久のエルフヘイム。どんどん行こう。果てしなく長い予感がしてきた。嫌な予感だ。眠い。絶眠。絶眠。意味わかんないけど。ああ、こいつあれか。進化の、あ、進化じゃない、神化の方のキミコなんだ、これ。一緒に連れてったの気づかなかった、自分で。あ、使えるね、タイミング強い、ここだけ。あ、ボス来ましたよ。うん、30回もなるんだっけ、果てしなく長い気がする。あ、終わった。これは時間がない。やっぱり。ボスは絶対時間をしてくれるんだよ。さて、10回ずつ分けるか。ね。10回ずつ分けましょう。リバイアさん押しましたよ。トロイ。ただこの時点でもう3分経ってるからね。これは長いですね。最速とか言いながら、最速すんの結構辛いかもしれない。神々の覚醒。これはなんだ、ゼウスとかのやつか、ちょっとわかんないんで、どんどん連れていきましょう。まだ3回だったらいけるでしょ。これ5回とかで分けるべきかな。10回は長いかな。いや、でもあんまり動画数増やしたらいけないから、もう悩むところだな。やべえ、大丈夫か、一発ワンパンマンできなかった。なんか立ち方がした。ボスじゃないの、素材にいいかもしんない、ここの男女。うん、素材集めにいいかもしんない。冬バタ出てこんで、出たか、出てきてくんねえかな。よかった。自家倒しんだよね。いや。おお、自家倒した。スタンダーバードだね。なんか、眠い割には、
頭冴えてるな。キャラクターの名前が出てくる。うん。おー、野球が出てくる気がするね、これ。次だろう。あ、しないの？ロリアルしないんですね。どう？よくわからない。でもなんか、2個もあったね。ありがたい。あれだね、これ5回ずつに分けるわ。1回から5回、5回から10回。これ殺しないとダメだよ。これ踊りの国のファンタジア、うん、素晴らしいね。これとあと1回で動画1回閉めます。続編どんどん出していくから。ナンバーいくつなの？6個あんのか。ナンバー6まで出るのか。これもう一度全部取って明日中に全部あげるかね。それが一番いいかもしれないね。おー、来た。ラシマ取ろう。ラシマね。よし。あー、やべ。おー、完璧だ。これ全員貫通だからやりやすいね。よし、おお、なんかいいね。よし、よし、おー、した。かぐや姫。そしてボス。ボスはもう弱点をね、多くしていこう。なぜかね。一回倒せるね、大体。こんな感じで。よし、おいおい、勘弁してくれよ。時間どころかしない。全力茶かな。あと1回だね。5回まで。1回1分以上かかるね。結構なかなか大変。想像以上に大変かもしれない。よし、では第1章。幕末維新伝、いい名前だ。じゃあ幕末の坂本龍馬で。ここが第1章だ。おお、地雷なんだ。地雷は全部倒しておきたいね。危ねえぞ。倒しきれない。でも次ボスじゃない、敵じゃないからいけるね。え、残っとるやん、思いっきり。ゲージいらないからやりやすいね。火の敵が出てきますように。坂本キラーだもんね。おー、あー、いいぞー。ダメージ。スパッ。あー、当たんない。最後当たんねえのかよ。当たんねえのかよ。あ、やべえ。マジでそんなに何が当たったの。まあ3回ぐらい当たっちゃった。よし、いい感じだね。この調子でいけばボスまでは楽でしょ。お、幕末だね。幕末の野郎、バカ野郎か。お幕の野郎で、龍馬か。今水入ってんの頑張れたから。ああ、頑張ってない。偉いな。よくやった。で、ラストは、誰出てくるのこれ。出せー。おぉ、なんだっけ。アタカ坊主だっけ。混ぜちゃった。よし。キャラドロするかな。来ない。まあ、落ちる時は落ちるだろうね、これね。よし、第1章は完了だ。大体10分ぐらいかかるんだな。お、なんか落ちたの、お前。うん、
皆さん。というわけで第2弾へ続く。